照英 TV プレゼント企画、肩・肘痛の予防・軽減ブレイスサポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海外の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日はラガーズ公式戦、関東草野球リーグ日曜2部、Sバスターズさんとの一戦をお届けいたします。ラガーズが高校、先発ピッチャーは石田さんがマウンドへ上がります。今シーズン大会では初先発です。さあ、どんなピッチングを見せてくれるのか、大人のね、ピッチングを期待したいところ。はい、先頭バッター追い込んで、3球で勝負きました。セカンドゴロとなってワンアウト。落ち着いて先頭を打ち取ります。はい、外にいいボール決まっています。石田さんはね、テンポがめちゃくちゃいいので、キャッチャーやってもね、石田さんのテンポに合わせるのは大変っていうぐらいいいテンポで投げてきてくれます。はい、追い込んで、これ変化球緩急で三振を奪い、ツーアウト。はい、お次3人目。3番バッター、こちらが、フラフラっと上がった打球、めちゃくちゃスピンかかってて、これ西さんが落球してしまうんですが、ファーストアウト。大事な初回を3人で終えることができました。さあ、先制したいラガーズは、先頭1番、柴田さん。これが、高く跳ねた打球、サードゴロとなって、ワンアウト。めちゃくちゃ、ね、ちょっと高く上がったんで、どうなのかなと思ったんですが。はい、そして2番は本日も超攻撃的2番に座る翔平です。初球しっかりと落ち着いてボール球見逃します。打ち気になってるとね、あそこのボール手出ちゃうこともあるとは思うんですが、しっかりと落ち着いてますね。はい、ただこれが詰まらされてピッチャーゴロ、ツーアウトとなってしまいます。さあ、3番ユッキーさん、現在ラガーズの首位打者です。打ったー、これがセンターを越えていく。長打は確定ですね。さあ、あとはどこまで行くか。二塁を回って、さあどうする、ホーム回るか、回った回った回った、三塁ベース回ってホームを、これはホームラン、先制となります。ナイスバッティング。金属バットですよ、金属バットでしっかりと振り切ってホームランとなりました。ナイスバッティング。さあ、4番の谷中、続きたいところ。これがフラフラと上がった打球、ファーストフライとなってしまい、スリーアウト。ただね、先制することができました。さあ、その先制した後の大事なイニング、先頭を石田さん三振に取ります。そしてバッターはデルタグラブの代表。はい、ここはね、アウトコースのいいまっすぐで三振を奪い、ツーアウト、2者連続三振。そしてポンポンとツーアウトを取って、これがファーストゴロ。翔平自分でファーストベースを踏んで、この回も3人で終えます。さあ、追加点奪いたいラガーズ、ジェームで来るか石田さん、ただこれは高めのボール球、打ってしまい三振となります。チーム最年長、6番の西さん。これが逆方向へ、ライトの声を落としていく。そしてこれが抜けて長打となります。打った西さんは二塁へ、ベテランのヒットで追加点のチャンスとなります。ナイスバッティング。いいですね、ベテランが元気ですね。これ引きつけて引きつけて逆方向へ、技ありバッティングです。そしてバッター良平、この日はね、翔平さんからいただいたバッテをつけて打席に立っております。初球見逃してボール。翔平さんからいただいたのは紺色のパワーアークです。あんまりね、紺とかは使うことがないので新鮮でしたね。打ち込みできるか。はい、ここフォークです。まあね、一瞬の隙を両辺見逃しませんでした。ちょっとピクッと動きましたね。はい、ランナー3塁のチャンスになります。さあ、外野フライでも追加点。はい、テイクがこれは空振り。この日はね、父の日だったので、両兵は父の日コードを勝手にしております。さあ、水色に包まれた両兵、これがサードゴロとなるも、セーフ。最年長西さんの好走塁で追加点となります。
ただね、これちょっと相手のキャッチャーもね、コリジョン気味ではありましたが、まあそれでもね、ミスもナイス走塁でした。そして8番不調から出したヒロト、これフラフラッと上げてしまい、セカンドフライとなります。フィルトの代表さんが取っております。そして9番ザキさん、ここは三振。まあね、後続倒れるもこの回、追加点を奪うことができました。はい、これ石田さん変化球で見逃し三振を奪います。ナイスピッチ。お次のバッター、これがサードユッキーさんがしっかりとさばいてツーアウト、ポンポンとこの回もツーアウトを取っております。はい、そしてこれ石田さんがしっかりと掴んで、はい、この回も三者凡退に抑えます。監督セキュリーはね、10番でした。 OK、 10番は北野、そしてこれ技ありでセンター前に運びます。ナイスバッティング。下位打線から出るとね、すごいなんかチーム盛り上がりますよね。はい、そしてこれ見逃し三振、そしてスタートを切っていた北野が盗塁、アウト、三振ゲッツーでランナーなしとなってしまいます。ちょっとここもったいなかったですよね。まあまあまあ、来たのは、まあ、グリーンライトだったので、まあ、盗塁いけるんだったら行っていいよというところだったんですけれども、まあ、これちょっとアウトとなってしまいました。さあ、ツーアウトからね、もう一度ランナーを出したいところ、バッター翔平の2打席目、これがダカダカーと上がったフライだが、ファースト取ることができず、相手がミスを誘い翔平出塁となります。まあ、バットで当たればね、何か起きるのが最強ですからね。はい、ツーアウトから翔平さんが出塁。そして先ほどホームランのユッキーさんですが、これはサードゴロとなってスリーアウト。ランナーね、1を2人で出しましたが、この回無得点となってしまいました。さあ、4回の守備、先頭をフラフラッと上がった打球、ショートの裏、はい、落ちてしまいます。ちょっとね、不運な当たりでしたね。不運な当たりでこの試合初のランナーを出してしまいます。そしてお次のバッター、この打球が左中間を割っていく。さあね、なんとか、なんとか、どうだ、ホームは。ホームは間に合わず、打ったバッターもスタンディングスリーベース。タイムリーを浴びて1点差となってしまいます。なおもノーアウトのピンチ。これ、変化球を打たせてサードゴロ。アウトです。これね、サードゴロ打たせたのは、ランナー帰ってこれないのですごい良かったんじゃないかなと思います。そしてこれが外野へ上がったフライ、さあ刺すことができるか。ランナーはもちろんタッチアップ、そしてホームへ、いい返球返ってきたんですけども、これはセーフで同点となってしまいます。これ中継プレイは良かったんですけどね。まあでもツーアウトはツーアウトです。はい、そしてツーアウトランナーなしから西さんがっちりとさばいてセカンドゴロ。この回でも同点に追いつかれてしまいます。取り返したいラガーズは先頭谷中から、これがフラフラッとフラフラッと上がってライトフライとなってしまいます。ワンアウト、ね、石田さん、この打席は援護することができるか。ただ打ちに行ってしまい、ピッチャーゴロとなってしまい、ツーアウトとなります。さあ、先ほど技ありの長打でした西さん、これも逆方向へ、ただこれはファーストフライとなってしまい、高打順の三者凡退となってしまいます。ここからはね、気合いのピッチングですよね、石田さん。はい、先頭をファーストゴロに抑えてワンアウト。はい、そしてこれサードゴロでツーアウト、ポンポンとこの回もツーアウトを取ってきました。そしてこれサードゴロ打ち取ったと思ったんですが、内野安打になってしまいますね。不運な当たりから出塁を許します。はい、ツーアウトからの出塁ですね。落ち着いて切ることができるか。ここで牽制アウト、素早い牽制、一歩出たところで好牽制です。はい、今回はここまで、次回後半戦です。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアシャさあ、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。